はい、こんにちは。占い評論家の岡田雄生です。今日は小アルカナの、最後のカードになりますね。ソードのキングです。これは、トランプも、キングに該当しますね。スペードのキングに該当します。まずですね、こちらのこの人物、大アルカナの、そうですね、大アルカナの正義というカードがありまして、それによく似ています。裁判官を示してますので、非常にこう裁きとか法律とか、そういったことを司る方ですね。しかも知性的な感じで、行うリーダーです。ですから非常に公正な感じで進めていく力強いリーダーを示していますので、安心して突き進むことができますので、こういったカードが出るような人物との出会いは非常に、良い意味合いということになります。非常にこう、なんでしょうね、紫ですとかこの青ですので、かなり何て言いますか、知性的な部分の強い方ということになりますね。正義というカードの場合には、ちょっと情熱的な感じがあったんですが、非常に知的でクールな印象を持っている人物ということになりますので、非常に良いカードということになりますね。はい、それではまた次回アップいたします。